聖地戦争、始まりも定かでない長い長い争い。シェーンベリル大陸の二大国、ルバーリカ王国とバッシェン帝国の間で、時にくすぶり、時に激しく燃え上がる炎。聖地アジールをめぐり対立する二大国は、その歴史の中で幾千幾万もの民を聖地戦争の前線に送り続けてきた。国も民も国土も幾世相を経た戦いで極限まで疲弊していた。それでも戦いはやめられない。やめることができない。やめてしまえば、引いてしまえば、始まりも定かでない争いを続けていた敵国に圧倒的な力を手に入れられてしまうから。ダフテスの使い、その圧倒的な力はそう呼ばれる存在によってもたらされる。聖地戦争を制し、聖地アジールを手にした者は、聖地に降りる月影のはしごより降りくるダフテスの使いを迎え入れる栄誉を手にする。長い争いの歴史の中で、ダフテスの使いはルバーリカ、バッシェン両国に人知を超えた様々な恩恵を、力を、知恵をもたらしてきた。ダフテスの使いをより多く迎え入れることこそ、ルバーリカとバッシェン両国の国家の至上命題であり、全てであった。とまあ、これがルバーリカとバッシェンが長年争ってる聖地戦争の概略さ。へえ、聖地なんて言うから宗教戦争か何かかと思ったけど、思ったより実益重視の戦争なのね。本当に知らなかったんだね。周辺の小国にも知られたことかと思ってたよ。私たち、ひとところにとどまることって少ないから、なかなかそういう歴史の話とか聞く機会がなくてね。ルバーリカにもバッシェンにも聖地戦争にまつわる英雄譚とか昔話とかたくさんあるんだけど、そういうのを演目にはしないんだ。戦争のお話って悲しいお話が多いでしょ。私たち底抜けに明るいのが売りなのよ。ああ、まあ納得。そういうのもありっちゃありだね。自分で作った設定に追い詰められておるな。一生姉ちゃんすごい汗。まあとにかく、その聖地戦争が今かなり激化してる。そのせいでこんな風に治安が悪化してるんだ。やっぱり君たち強いな。その武器やからくりもただ見た目が派手なだけじゃないんだね。あまり驚かないんじゃな。いや、驚いてはいるよ。言い方は悪いけど、それほどのものを君たちが持ってるって意味で。普通世の中に出回るものじゃないから。どういうことじゃ？さっきも話したろ、ダフテスの使いの話。聖地戦争で勝った方が手に入れられる使いの力の中に、ベルダが持ってるそれと似たようなものがあるんだ。ティカのそのからくりの腕もね。どういうこと？そのままの意味なんだけど、いわゆる神様のお恵みみたいなものだね。とてもじゃないけど、ルバーリカやバッシェンが元から持ってる力じゃとても作れないようなものを、ダフテスの使いはもたらしてくれるのさ。なんだかよくわからないけど、確かにそういうものを手に入れようと思ったら戦争になるのもわかる気がするわね。では誘引のそれも使いの力なのかな？え？ああ、これ？ああ、これは違うよ。これは、まあ、人にもらったものなんだ。ほう。
とにかくその聖地戦争のせいでこうしてあちこち野党だのバッシェンの獣だのがうろつき回るようになって治安は乱れに乱れてるんだ。誘引お兄ちゃんはどうしてダグリスにいたの？ああ、ダグリスの村から村の周辺の治安を何とかしてほしいって陳情があったからだよ。そういえば村の子が言ってたね。しかしそれで領主の息子が一人で派遣されるものかな？されないよ、当然ね。どういうこと？ダグリスの村人が陳情に来ていた時、僕はたまたま実家に呼び出されててね。あちこち旅してバッシェンの獣の被害をたくさん見てきたから陳情に応じるべきだって言ったんだ。でも現領主である父も後継ぎの長兄も鼻で笑ったよ。今のカルローネにはそんな余裕はないんだってさ。聖地戦争の前線には山ほど兵士を送ってるくせにね。誘引お兄ちゃん、ちょうど僕も兄貴の説教に飽き飽きしてたし、親父も兄貴もラクスター家の人間として恥ずかしくない振る舞いをしろってうるさかったから、ラクスター家の人間にふさわしいことをしに来たんだ。それだけさ。ノブレス・オブリージュというやつじゃな。ノブレス・オブリージュとは、特権を持つ者は持たざる者への義務を果たすことによってその存在を認められるという倫理的規範を象徴的に表した言葉である。よくわからないけど誘引お兄ちゃんはすごいんだね。そんなんじゃないよ、僕の冒険のついで腕試しってやつだよ。腕試しって、今なんか変な声が。でも出かけに村長さんはすごく感謝してたじゃない。腕試しだなんて照れなくてもいいのに。どうしたの？照れるなんてとんでもない、僕は本気で恥ずかしいんだ。え？今回の聖地戦争でルバーリカはかなり優位にある。だからどこの貴族家も戦後の褒章や使いの力目当てに先を争って人員を前線に送ってるんだ。結果どこの領地も領内の治安維持が満足に行き届かず、さっきみたいな野党や国境から侵入したバッシェンの獣を野放しにしている。それなのにラクスター家は領地の村一つ満足に守ろうとしない。貴族は領民あっての貴族なのに、僕ははみ出しっこの五男が村を視察と称して一人で大立ち回りを演じようとするのを止めもせず、鼻で笑った父や兄、自分一人が村を守りに行かなきゃならない状況が恥ずかしいよ。ラクスター家の一員としてね。欠物じゃの。そうね、得てして損しがちな性格だけど。言わないでくれ、わかってる。おかげで万年金欠さ。実家から小遣いもらえる年でも立場でもないんでね。だから報酬には期待してるよ。さあここから先カルローネ市までもなかなか大変な道のりだ。気を抜かずに行こう。ええ、誘引も抱えてるものはとても大きそうね。それだけ知っていることも多そうじゃ。わしらも頼りにさせてもらおう。ティカの安全が最優先である、それは忘れないでもらいたい。ネコロ、私は大丈夫だよ。分かっておるとも、それはわしらも肝に銘じておる。優先順位を間違えることはない。少しずつ分かることが増えるといいわね。とりあえず誘引についていきましょう。まずはカルローネ市に着かないとね。
ダグリスから来たっていうのに、ずいぶん物々しい検問だったわね。うむ。ユインのラクスター家の紋章がなければ、どんな無茶を言われておったかわからんな。兵士の人たち、怖かった。艦長の言う通りね。戦争のせいで、内地にいる兵士もピリピリしてるんだわ。治安が悪くなってるって話と関係あるのかも。でも、ベルダお姉ちゃんの銃や私のアームは何も言われなかったね。使いの力のこと、みんなが知ってるからかな。いろいろ釈然としないわね。落ち着かないから、ユインには早く戻ってきてほしいわ。検問が終わってすぐにどこか行っちゃったけど、どうしたのかしら。町を出る時の手形を先んじて手配してくると言っていたが、何かトラブルでもあったのかな。とよかった。噂をすればじゃぞ。いや、待たせてごめん。ちょっと面倒なことになってて、遅くなった。面倒なことって？王都に向かうための東の街道が封鎖されてる。どうもかなりの数のバッシェンの獣が現れてるらしくて、その掃討作戦をするんで、人の行き来がしばらく禁止されてるみたいなんだ。他に王都に向かう道はないの？なくはないが、おすすめはしないな。ただでさえ、君たちは身元不確かな人間だ。旅芸人なんて商売、戦時下じゃスパイの嫌疑をかけてくれって言ってるようなもんだからね。ラクスターの名前も通用するところとしないところがある。一分一秒争うんでなければ、ここは待つ方がいい。そうじゃの。確かにティカのことを考えると、あまりゆっくりもしておれん。その獣どもをわしらが駆除したらそれでよし、ということにはならんかの。おいおい、無茶言わないでくれ。私兵や街道警備の騎士たちに大きな被害が出てるんだよ。君たちが強いのはわかるけど、案内役として無理に危険に首を突っ込ませるわけにはいかない。ここはこらえてくれ。参ったわね。ユーインお兄ちゃんの名前でいろいろ融通聞かせてもらってるんだから、無理させちゃダメだよ。私なら大丈夫だから、少し待とう。ふむ。どうもわしらの方が大人げなかったようじゃの。そうね。ごめんなさい、ユーイン。わかってもらえるとありがたい。僕はもう少し街の様子を見回ってくる。宿の手配はしておいたから、もし休むのならこのメモの宿に行ってくれ。それから街の散策はしてもらって大丈夫だけど、目立つようなことはなしにしてくれよ。思った以上に豪華な宿じゃの。ベッドふわふわ。ユーインには本当に感謝しなきゃいけないわね。旅の疲れも吹っ飛びそう。ピコ、体調は大丈夫か？うん、平気だよね、レコロ。肯定する。多少の体力の減衰は見られるが、大きな異常は見当たらない。ティカが大丈夫なら、ユーインが戻るまでに軽く作戦会議と行くかの。そうね。カルローネの街を宇宙から見たらどうなのかは気になるわね。コロ？コロ？は？あんまり話しかけられないんで、僕のことなんか忘れちゃったんだと思ってました。何ですか、リーシュさん？何をいじけておるのじゃ、大人げない。そうよ。ユーインの前で話しかけられるわけないでしょ。ふんだ、ふんだ。艦長、機関 AI コロには、艦艇の安定運航において不必要な感情表現が多いようだが、機関の安全の障害になりうると提言させてもらう。ふんだ、いいですよ僕なんか。どうせ気も可愛いだけが取り柄のダメ AI なんです。コロ、ごめんね、寂しかった。ふんだ。
コーロ、いい加減機嫌直して。ティカがここまで言ってるのよ。それで何の御用でしたっけ。まったくもう、宇宙から遠距離センサーでこのカルローネ氏に妙なところはないかって話よ。別に何もありませんよ。コーロ、真面目にやって。真面目にやってます。本当にカルローネ氏からはこの星の平均的な文明レベルに合致するものしか検出できないんです。少なくともユインさんのおっしゃるようなラフテスの使いや使いの力のようなものは検出されてません。そう。バシンの獣についてはどうじゃ。まあ要するにバーベットなんじゃが。それなんですけどね、ユインさんのおっしゃるオート方面の街道には騎士団に被害を出すような数やサイズの生体反応が検出できないんです。どういうこと。カルローネ氏から派遣されてるっていう討伐部隊は捕捉できてるんです。街道の途中で大きな森がありまして、どうやら獣の群れはそこにいると推測されるのですが、肝心の獣とおぼしき反応がどこにも見当たらないんです。また妨害波ってことはさすがにないわよね。パルスタワーがあるわけじゃないし。さすがにそれはないと思いますけど、そもそも僕はバーベット化した個体とそうでない個体を光学的に捉えないと識別できませんし、正直現場がどうなっているのか判断しかねます。ふむ、ユインが戻れば何かわかるかな。それなんですが、別に封鎖の解除を待たなくてもルバーリカの王都まで転送で行けば一発だと思いません。それはそうだけど、ユインの案内は貴重よ。何も知らずに王都に行くのといろいろ教えてもらいながら行くのじゃ全然違うわ。そうじゃな。この町もあちこちに戦争による不穏な影響が見て取れる。王都の治安が良いとは限らん。ユインの案内があれば少なくとも不審者として扱われる危険は減らせよう。ティカよ。うん。聖地戦争について何か知っていることはあるか。ユインお兄ちゃんが話してた以上のことは。ティカの年齢では詳細を学ぶ機会は得られなかったものと推測する。本編にも基礎情報としてユインラクスターの情報を更新できる内容は記録されていない。ごめんなさい。謝らないで。ティカのせいじゃないわ。これからもちょっとでも気になったことや気づいたことは必ず言ってね。うん。とにかく明日もユインに従って街道の封鎖が解除され次第ルバーリカオートに向けて出発するってことでいいわね。コロ、あんたは必要な時以外は声出さないでね。ユインに怪しまれるから。コロにそんな芸当ができるかの。それくらいは簡単です。いざとなれば艦長の腹話術とでも言えばいいわけですし。艦長、機関 AI コロの定期的に話しかけないといじけるというコードアルゴリズムは警戒するべきであると進言する。ネコロさん、そういうこと言われると僕本当にいじけますよ。と、ユインが帰ってきたようじゃ。話はまた後でじゃ。もう。遅くなってごめんよ。今この部屋に他に誰かいたかい。え、誰もいないわよ。そうか、声が聞こえた気がしたけど、まあいいや。ちょっと疲れてるのかな。ユインお兄ちゃん大丈夫。ああごめんね、心配しないで。その東の街道封鎖のことなんだけど、当分解除されないみたいなんだ。討伐に苦戦してるみたいでね。だからしばらくこの町に滞在してもらうことになりそうだ。うむ、やむをえんの。カルローネも悪い町じゃない。滞在を楽しんでもらえると嬉しいよ。
それじゃあ僕はもう寝るから。ええ、なんだか妙に焦っておったな。そっか、館長、ユーインと一緒の部屋よね。うん、体調が悪そうだったら気をつけてあげてね。ユーインお兄ちゃん。館長、レコロに何か用？よし、寝てるな。ごめん、なるべく早く戻ってくるから。急がないと。どこに行くの？ティカ！一人で街道の獣を倒しに行くの？参ったな。まさか君に気づかれるとは。さっきはダメだって言ってたのに。事情が変わったんだ。どうも血の気が多い僕の友達がちょっと無茶をしようとしてるみたいでね。お友達？僕の本当に心を許せる数少ない友達さ。この武器を作ってくれた変わり者でね。それなら李翔姉ちゃんたちも一緒に。これは僕の個人的な問題だ。君たちを危険に巻き込むわけにはいかない。もちろん案内役としてもね。朝までには必ず戻る。無茶もしないと約束する。だから何も言わずに待っていてくれ。って言っても聞いてくれなさそうだね。だから言わせてもらう。みんなを起こしても無駄だよ。僕はラクスターの人間だ。夜中だろうが平気で関所を通れるけど、君たちはたとえ僕が一緒でも通れない。ユーインお兄ちゃん。君たちは優しいからね。こうでも言わないと諦めてくれないだろ。それじゃ行ってくる。レコロ。問題ない。館長の指示で夕食時にすでにユーインラクスターの衣類に発信機を潜ませた。追跡は容易である。館長、起きてたんだ。うん、わかった。リーシお姉ちゃん、ペルダお姉ちゃん、コロ、起きてあのバカ、一体どこまで入り込んだんだ。野営地の連中も姿を見てないって言うし、大体獣の群れの場所すらわからないってどういうことだ。くそ、危なかった。妙だな、ダグリス方面にいた連中より随分手強い。あいつ無事なんだろうな。せめて僕が帰るまで待ってろってのに。あっちか。な、いつの間にこんなでかいの、一体どこから。あくそ、でかいくせに早い。このままじゃ。サモンコメット。ユーイ、無事か？お兄ちゃん、怪我はない？君たち、なんで？話は後よ。
今はこのバーベットの群れを何とかするのが先。なんとか倒せたわね。本当に助かった。僕一人ではやられていたよ。ありがとう。その前にピカとわしらに何か言うことがあるのではないか。誘引お兄ちゃん。ああ、黙って出て行ってしまってごめん。それを秘密にさせようとしたことも。誘引お兄ちゃんと私もうお友達だよ。だから困ってることがあったら話してほしい。私は力になれることは少ないかも。だけど友達か、なんだか変な感じだ。僕は今までそういうの本当に少なかったから。そうよ、こういうことは過ごした時間の長さの問題じゃないの。誘引お兄ちゃんが無事でよかった。早くお友達も助けに行こう。ありがとう。改めてよろしく。でも君たち一体どうやって関所を抜けたんだ？この時間は特に警備が厳しいはずなのに。ん？まあそこは地獄の沙汰も片道切符で巡り巡ってなんとやらじゃ。お待ちしていました艦長。誘引さんの座標はすでにトレースしています。森の中を奥へ奥へと移動中です。効果ポイントは誘引ラクスターから100メートルほど離れた位置が最適と思われる。同意見です。カルローネの討伐隊は森を大きく囲んだまま奥には踏み入っていません。朝になるまでは誘引さんの半径100メートル以内は転送の光が見とがめられることもないでしょう。誘引お兄ちゃんのお友達の場所はわからないの？視界が悪い森林地帯ですし、タグ付けされていない現地住民を捕捉することは難しいです。どんな方かもわかりませんし。私たちが降りて助けるしかないってことね。早く行こう。一応確認するのですが、レコロさん、ティカさんを降下させても大丈夫ですか？救命艇 AI としてティカを戦闘発生確率の高い地域に降下させることには抵抗がある。だが万が一誘引ラクスターをロストした場合、ティカの故郷本来のダフテーネへの帰還という目的が遠のく。ベルダ・クレーマンの開発した装置の信頼性も高い。総合的に判断し、ティカの当該地域降下に反対はしない。それに反対したところで聞きはしないだろう。ならば事前の策を考えてこその AI であろう。ごめんね。本当にこの艦の人たちはすぐに危険に飛び込んでいこうとするから、AI としては気が休まる暇がありません。同感である。そうじゃぞ、ごちゃごちゃ言ってる暇はない。あれ、さっさと降下させんか。はいはい、わかりました。でも危険だと判断したらすぐにでも収容しますからね。お気をつけて。さ、誘引が大丈夫ならそろそろ先に進みましょう。さっきの爆発が誘引の友達が戦ってる音だとしたらもう近いはずよね。ああ、
よかった生きてたか。おいおい逃げるのよ。ユイ、探していたのは今の子なの？そうだけど。うわなんだあれ。レコラ、ティカを全速で撤退させよ。すでに実行済みである。なんですか今の。無数の生体反応が突然出現しました。艦長逃げて。とっくに逃げてるわよ。一体何をやらかしたんだよ。知らないわよ。そもそも私の完璧な計画ではもっとこうズバーンドガンバシーンと獣どもをぶっ散らばすはずだったのよ。そんでもって私の力を一夜にしてルバーリカ中に知らしめるはずだったのよ。でもちょっとだけ計算違いだったのは敵の数が多すぎたことね。どこがどう完璧なんだよ。そんなことよりもあんたこそこんなところで何してんのよ。有望何してんのって、お前な、お前を助けに来たんだよ決まってんだろ。あ、助け？どうして？どうしてって、お前がガラクタ引っ下げて獣をぶっ散らばすんだって飛び出してったって聞いて死んでるんじゃないかと思いながら追いかけてきたんだよ。私が死ぬわけないじゃん。お前な、多分何か一つでも間違えばバーベットの群れに引き潰されておったな。もう何が何だか。それにしてもそうよね、似てるわよね。ねえ、私たちどこかで会ったことない？は？いつ？知らないけど。ごめんなさい、なんだかそんな気がして。気のせいにしてはあまりにも。いや、しかしユイお兄ちゃん、その人がお友達？え？ああそうだよ、こいつは。お兄ちゃん。有望、あんたいつからこの私をお前だのこいつ呼ばわりできるほど偉くなったのかしら。面倒そうなところまでそっくりじゃぞ。そうみたいね。第一、助けに来たって騎士団連れてくるのかと思いきや、お供は女子女子女子じゃないの。おまけにこんなちっちゃい子まで。有望、あんたどこでこんな子たち引っ掛けてきたの。正座しなさい、お姉さんがお説教してあげるわ。今そんなこと言ってる場合か。あんまり騒ぐと。皆さん、ものすごい数の生体反応が集まってきてますよ。ほら、こういうことになった。さっきの群れの一部のようじゃない。これくらいならなんとかなるやもしれん。話は後ね、行くわよ。何者？イケてるわ。ルーバーリカの腰抜け騎士団よりずっとイケてるわ。しかも何？そっちのピンクなお嬢ちゃんの講師と、そっちのおちびちゃんのめちゃくちゃフレキシブルでスムーズでパワフルなアーム。この私が一度も見たことのないそれ、見せて見せて見せて今。なんなのよこの子。
収容を要請する。ティカの危機である。猫のシーシー、グヒヒ、良いではないか良いではないか。可愛らしいお嬢ちゃんやお姉さんに全てを任せて観念したわよ、グヒ。いや、いい加減にしろこのバカ。何すんのよ、融合。あんたの野蛮な行為でこの私のスペシャルでジーニアスでプリティな頭脳がイカれちゃったらどうしてくれんのよ。あの、ユイ、この人本当にあなたの友達なの？前言を撤回したい。ちょっと融合、このルバーリカが世界に誇る天才美少女発明家ウェルチ・ビーヤードちゃんと友達でいたくないとでも言うの？今はそう言いたい。おい、こら、もう一回言ってみろ。腰の掃除返せ、おら！やっぱりウェルチって言ってるわよ。逃げんな、来ない、こんな。世の中には似た人間が3人というが、あれは宇宙規模の話じゃったのか。それじゃあ、ユーインのその光る剣は、ウェルチが作ったものなの？ふっふー、まあねー。使いの力がなんぼのもんじゃいってなもんよ。理屈さえわかれば、こんなのは簡単に作れるのよ。あとは、使いの行使ぐらい安定して動けば言うことないのよね。これまでも何度か耳にしたが、使いの行使とはどういうものなのじゃ？それもウェルチが作ったものなのか？何言ってんの？そんなわけないでしょ。使いのっつってんだから、ダフテスの使いがもたらした技術に決まってんじゃん。ウェルチ、彼女たちはルバーリカに来たばかりで、聖地戦争についてもよく知らないんだ。今の世の中で聖地戦争について知らないって、やばくない？うむ、何かと不勉強なことが多くての。ここはぜひ、天才で美少女と名高いウェルチに、ご教授願いたいのじゃが。いいわね、わかってるじゃない。物の頼み方をわかってる子は、お姉さん、大好きよ。聖地戦争で勝った方が、月影のはしごから現れるダフテスの使いの恩恵を受けられるって話は聞いてる？このダフテスの使いだけどね、実は毎回現れるわけじゃないのよ。現れたとしても、必ずしも役立つ力を持ってるとも限らないみたいなのね。使えないわよね。だから実は、本当に役に立つ使いの力は、歴史上数えるほどしかないの。使いの行使は、近年の使いの力の中では、際立って有用って言われてるわ。日向に3日置いておくか、紋章力を注ぎ込むだけで、普通の弓の何倍も強くて何倍も多く敵を撃てるのよ。まあ、規格外の兵器ってやつよね。ねえ、そのダフテスっていうのは何なの？いや、お姉さん、それはちょっと物を知らなさすぎじゃない？ダフテスって言ったら、月の向こう側にある星に決まってるでしょ？月の向こう側。ダフテスから月に、月からダフティーネに伝わるはしごが月影のはしご。遥かな空の向こうの世界から降り立つ奇跡って、まあそう思われてるわけよ。ダフテス、ダフティーネの双子星。双子星。もしやダフティーネとダフテスは二重惑星なのか。後でレコロに聞いてみねばな。そんで、バッシェンの獣も同じように、バッシェンが聖地戦争に勝った時に向こうに降りた、旗迷惑な使いの力なのよ。今やってる聖地戦争の主力は、ルバーリカ側が使いの行使、バッシェン側がバッシェンの獣。空からもらった恵みの力でお互いまあ不毛に殺し合ってるわけよ、ウェルチ。まあそれでね、私はちょっと
と、この有望のツテとか、あとは私のスーパーデリシャスウルトラグレートアトミックな頭脳で食い詰めた騎士から量産された使いの講師を手に入れてね。それに私の極秘のあれやこれやをなんやかんやして作ったのが有望の持ってる光の掃除ってわけ。そのあれやこれやなんやかんやが気になるが、何にせよまずはカルローネに戻らんか。積もる話はその後でもよかろう。そうね、近くにバーベットはいないみたいだけど、森の中をうろうろしててカルローネの討伐隊に誤解されたくないし。このままみんなで森中の獣をちゃちゃっと片付けちゃおうよ。私の発明があれば使いの力なんかいらないって見せつけたい。この森の獣は何かおかしい。ダグリスの方にいた奴らと見た目は似てるのに力が段違いだ。それにそんな危険なことに艦長たちを巻き込めない。でも、どうしたの？ティカだっけ？お友達を危ない目に遭わせちゃダメ。ユーイお兄ちゃん、エルチオ姉ちゃんのこと本当に心配してたんだよ。だから帰ろう。もう分かった分かったわよ。私の負け。今日は素直に帰ります。ユーボー、心配かけてごめん。こりゃ珍しい。明日は大雨だ。ウェルチが素直に謝るなんてティカに感謝だな。うん、うっさいわね。でも帰るにしても気をつけなさいよ。なんか変なのよ、この森の獣。直前まで何の気配もなかったのに突然目の前に現れたりすんのよね。おかげで何度踏み潰されそうになったか。それにさっきから変な声聞こえない？なんかザラザラした感じの悲鳴とか、ティカに触るなみたいなこと言ってた声とか。行く。それは艦長の腹話術よ。え、マジで？あんた空気読めないって言われない？艦長、ごめんなさい。でも獣の動き方がおかしいのは討伐隊に報告しておく必要があるかもな。森から出たらみんな一度討伐隊と合流しよう。それから。ちょっとそれは困るわね。まさかあれだけの数の獣相手に生き残るなんて、悪運の強いお嬢ちゃんね。誰？できるだけカルローネの討伐隊や騎士団には長く混乱してもらいたいの。あなたたちに森の獣のことをバラされると都合が悪いのよ。だから今度こそ死んでもらえないかしら。何者じゃ！ティカ、艦長の後ろに。あら、突然人数が増えたわね。ますます逃がすわけにいかなくなったわ。何者なの？森にいる獣について何か知っているの？知ってるも何も。この森にいる獣は私の獣よ。私の獣？一体どういう。おい、ウェルチ。あれってもしかして。お前あいつに何を。知らない、私知らないよ。さすがにあんなやべえのいるって知ってたら手出さないって。なんであんなのがこんなところにいるの？ふん、そっちの坊やとお嬢ちゃんは私のことを知っているみたいね。
爪の尻尾。やばい、本当にやばい。あいつはバッシェンの獣の魔女だ。獣の魔女？バッシェンの獣を操る力を持つバッシェン軍の主力だ。しかもあの姿、6つの王、まさかカーリン・ケイソン。なかなかの事情通ね。私を獣の魔女と判断されたからにはますます生かして返すわけにはいかなくなったわ。私は判断してないんだけど、見逃してもらえたりとか。安心なさい、まとめてあの世に送ってあげるわ。やっぱり来るぞ。怖かった。でも獣はこれであらかた倒したぞ。あんたが率いてる獣は全部倒したみたいね。さあ、おとなしく街道を明け渡して。意外とやるじゃない。この数を相手にそこまでやるなんて。ますます見逃すわけにはいかなくなってきた。この状況でよく強気に出るじゃない。私のことは知っていても、獣の魔女の力の本質は知らないのね。何？見せてあげるわ。スカイの力によってもたらされた獣の魔女の真髄を。たゆたう光、我に従え。え？その紋章術は何かが出てくる。さあ、第2ラウンドといきましょうか。どこまで持つか楽しみね。キリがない。あやつ強いぞ。みんな、カーリン・ケイソンの総合的な戦闘能力はこちらを圧倒的に上回っていると判断する。艦への転送避難を無心する。ええ、まだそういうわけにはいかない。あんなものを見せられて、おめおめと引き下がれない。カーリン・ケイソン、あんたのその力、一体どこで手に入れたの？知ったところで、あなたに手に入れられるものじゃないわ。これは選ばれた者のみが手に入れられる力よ。そんなこと、死にゆくあなたたちに教える必要もないわ。かの者を導け。光の道。また嘘だろ、まだ出てくるのか。もういいや。うむ、その方が良いの。コロ、いざという時のためにティカとレコロの収容の準備を。了解。ベルダお姉ちゃん、みんな気をしっかり持って。さあ、どこまで耐えられるかしら。たまには私に全力を出させてちょうだい。何？
獣の魔女カーリン・ケイソン、よくも堂々とカルローネにまで来たもんだ。てめえはバッシェンの前線にいたんじゃなかったのか。まったく、私も有名になったものね。あなたどこのどちら様？魔女に名を知らせる趣味はねえよ。この召喚はさせねえぞ。ネタは割れてんだ。すごい、獣の魔女カーリンは一方的に。思わぬ邪魔が入ったわね。もう少しカルローネからの兵員の補充を邪魔したかったけど、ここら辺が潮時かしらね。ルバーリカにも随分と面倒な奴がいるのね。覚えておくわ。ありがとうございます、助けていただいて。おい、てめえ。艦長！艦長！あんた、一体何を？その娘は、てめえの連れか？ちょっと、今度は何なのよ！あんた、どういうつもりだ！黙れ。俺はこの男に聞いている。その娘はお前の連れか？その娘を俺に渡せ。獣の魔女ごときにあたふたするような奴らに預けとけねえって意味だ。冗談じゃないわ。ティカをあなたに渡したりなんかするもんですか。ティカ、やはりその娘はティカ・ブランシュか。おじさん、私を知ってるの？悪いことは言わん。その娘の身柄を俺に渡せ。はあ？何を言い出すの？やはりこの国の男の自己紹介は物騒で面倒なようじゃな。おとなしく渡せば危害は加えんし礼もしよう。だがやる気なら死ぬぞ。事情はよくわからんけど、あんたもしかして人さらいの類？こんな小さな女の子をさらって一体どうしようってのこのロリコン！私のスペシャルな発明でぶっちらばしてやろうか？あん！無関係なクソガキは黙ってろ。てめえの攻撃なんざ当たったって痛くも痒くもねえ。言ったなこの！後悔すんなよ俺！ウェルチ、ま、嘘でしょ？あの巨大なハンマーを片腕だけで。使いの講師でだって打ち抜けねえ素材の鎧だ。てめえらうぞうむぞうが束になったって俺にはかないやし。束になったってなんじゃと？それは。てめえ、その銃は？ん？おい、小娘。てめえら、
一体どこから来た？わしらは旅芸人の一家じゃよ。広い世界を旅しておる。この男もそうなのか？だとしたらどうする？お前さんがなぜティカを知っておるのかはわからんが、わしらはティカの故郷を探して旅をしておる最中じゃ。この二人はその道中で出会ったもので、ティカは最初からわしらと行動を共にしておる。今はこの国のお偉方がティカの身柄を求めているというから、情報収集がてら王都に向かってはおるが、わしらは身の危険を感じれば即座に逃げる。ベルダお姉ちゃん、そういうことかよ。なんなの？いいだろう、ここは引いてやる。聖地戦争が激化するにつれて国内の治安は悪化していくばかりだ。てめえらが使い物にならず、ティカに危険が及ぶと判断したら、俺が即奪いに来るからな。望むところじゃ。お前さんの出る幕などあるはずがないがの。あまり大口叩くな。考え直してティカを奪いたくなる。待って、あんた一体？てめえらがティカを連れている限り、また会うこともあるだろう。おい、ラクスターの宝刀息子。え？どうせ親父や兄貴を手伝って戦争に加担するつもりはねえんだろ。ならせめてこいつらをしっかり見張ってろ。僕のことも知っている。一体何者なんだ？敵とも味方とも判断しかねるの。エルダお姉ちゃん、私ちょっと怖い。大丈夫じゃ、わしらはお前さんを必ず守る。わけがわからないわ。一体何がどうなってるの？ねえ、もう疲れた。もうカルローネに帰ろうよ。お前な。でもそうだな、艦長たちも一度カルローネに戻ろう。獣の魔女がいたってなると、討伐隊や僕の家の連中にも知らせておく必要がある。悪いけど今日は帰ってももう眠れなさそうだ。ほら、ウェルチ、立って。こんなはずじゃなかったのに。ユインお兄ちゃん？いろいろあったけど、ウェルチを助けられたのは、ティカが艦長たちを連れてきてくれたおかげだ。このお礼は行動で返すよ。本当にありがとう。いたしまして。リーシュよ。大丈夫、私は大丈夫だから。ショックが大きいのじゃろう。今はそっとしておいてやった方が良いかもしれんな。うむ、ティカを守るためにも、リーシュの召喚紋章術と同じ力を見せた獣の魔女の力の正体を探るためにも、ラフティーネの旅と聖地戦争、じっくり付き合う必要がありそうじゃの。